珍しいね。山の日は日本国民の祝日の一つである。日付は8月11日2016年4月1日施行の改正祝日法で新設された。山の日は2014年に制定された。祝日法2条では、山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝することを趣旨としているが、山に関する特別な出来事などの明確な由来があるわけではない。国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が2016年1月1日に施行され、8月11日は同年より国民の祝日、山の日となった。2007年には緑の日が5月4日に移動したことで、4月29日は昭和の日に改称されたが、祝日の新設は1996年の海の日以来20年ぶりとなる。この祝日が制定されたことで、祝日の制定がない月は6月のみとなった。なお2020年は東京オリンピックの閉会式の翌日にあたる8月10日に変更される。当初はお盆、8月13日から8月15日の前日に制定し、休みを連続させることが目的であったが、8月11日に制定したことで、間の8月12日も合わせて休みにする企業がある一方、カレンダーによっては超大型連休の発生や8月12日を境に連休が分裂することもある。また企業による休みの分散化が進む中、そこまで影響は出ないとの意見もある。山の日制定にあやかり、明治が同日をきのこの山の日として制定、一般社団法人日本記念日協会に申請、同協会が認定した。制定理由は、チョコレートの部分を縦に2つ並べると8に、クラッカーの部分を2つ横に並べると11になることと、国民の祝日の山の日に合わせて山の名前がつく商品に親しんでもらいたいからとしている。2016年8月11日当日は東京新宿でヤッホーを叫ぶイベント、きのこの山びこを開催する。8月11日のその他の記念日、頑張れの日、1936年のこの日、ベルリンオリンピックの女子 200m 平泳ぎ決勝で日本の前畑秀子が優勝した。日本放送協会の川西さんアナウンサーによる前畑頑張れ連呼した実況中継が日本中を沸かせた。はい、山の日と
8月11日の記念日でした。